え今回はですね、えー、僕が YouTube にあのソロギターをアップするときにギターの音ってどうやって撮ってるんですかってもう結構聞かれるんでこちらを答えてみたいと思うんですけど、えー、iPhone でそのまま録画ボタン動画の録画ボタンを押せば音声も撮れるのでそれでも問題はないんですけど、まあ、もっといい音にしたいんで僕の場合はえギターからえーこちら自分が使っている DI に通してでここでそのイコライジングをして えー、そこからリバーブを通してでリバーブから、えー、今このアポジージャムっていう、まあ、これが大事なんですけどこの iPhone 用のインターフェースですね、まあ、こちらメーカーいろんなメーカーから出ているので自分が好きなやつを使えばいいと思うんですけどでこのア iPhone 用のインターフェースから iPhone にこう音を持っていくことで、えー、iPhone の普通のムービーの録画をすれば 音声入力だけはこの Apogee の JAM インターフェースから来た音が取れるので、まあ、き綺麗な音で録画は録音ができる、うん、ということですねでこ,こっちこれから先は結構ちょっとあのこんがらがってくるので聞かなくてもいいと思うんですけど、まあ、この DI にさした時にセンドリターンっていう あのエフェクターの音をもう一回こちらに返してきてここから送るっていう方法もあるんですけど結構あのデ,ジデジタルの,あの何アダプターを使うとノイズが入っちゃうんで僕の場合は、えー、この d i からエフェクターエフェクターからオーディオインターフェースに飛ばす感じにしてますねそれでまあいい音で録音できるとそんな感じです 以上です。